こんにちは、すももです。今日はご報告があります。タイトルにも書いてるかもしれないんですけど、就職が決まりました。この前無職になってポケモンマスターになるっていう動画を、ふざけた動画を出したんですけど、その時結構反響があって、まあ、結構頑張れって言ってくれる人もいたんですけど、甘ったれんなっていうコメントもあって、まあ、その通りだと思いました。で、まあ、7月末で退職して、まあ、7月の後半はちょっと有給の消化とかもあって、実質7月の後半から、まあ、無職になって、まあ、8月から就職活動、まあ、7月の末ぐらいから就職活動して、まあ、結構やっぱりコロナの関係で求人があっても、その求人にやっぱり人が昔よりもやっぱり倍率が高くなってて、就職厳しいなと感じてましたが、無事に受かることができました。で、まあ、就職活動のちょっとフィードバックをしようと思って今日は動画を撮ってます。で、やっぱり就職活動で面接って絶対あると思うんですけど、何においてもやっぱり志望動機が一番大事だなって思いました。やっぱり採用される方たちのはやっぱり一緒に働いてくれる人が、自分の会社で働いてもらうのにやっぱりその会社がすごい好きっていう気持ちがないと、やっぱり一緒に働きたいなって思わないと思うので、まあなんか自己 PR とか自己紹介とか、まあ、自分の強み弱みとか、まあいろいろ聞かれると思うんですけど、まあ、それも大事なんですけど、やっぱり何においても志望動機は絶対にこの会社じゃなきゃダメっていうことを強くアピールすることが一番大事だなって思いました。で、結構私数打つタイプなんですけど、4社ほど受けたんですが、まあ、書類は大体通るんですけど、まあ、面接で大体アウトなんですよね。まあ、やっぱり最初言った通り、一人募集のところにもう下手したら30人とか40人とかいった倍率の中で、まあ、一人の募集枠しかないので、もう面接も本当に時間がすごい、後が使えるとダメなので、下手したら10分とか10分でもう面接終わりだったので、大変でした。10分で自分のアピールするのも大変でした。で、やっぱりやと思ったのが、ノート作ってるんですけど面接を受けた後にフィードバックすることが大事だなって思いました。私はノートに面接を受けた後にカフェとかに入って、どういうこと聞かれたとかをさーっとメモ取って、で、どういうふうに答えたとかも結構帰ってからでもいいのでメモを取ってました。で、その時に面接官の方の反応とかもよく見てました。で、答えが悪いかいいかっていうのは、今ちょっとマスク面接官の方もされてると思うんですけど、面接のいい、その自分が言った答えがの反応をやっぱり面接官の方の表情や、まあ、反応を見て、あ、この答えはダメだ、あんま良くないなというか、いうのを私は見てました。で、ハローワークとかでもあると思うんですけど、そういったところで多分相談員の方とかもいらっしゃると思うので、まあ、こういう質問をされた時にどう答えたらいいのかっていうのを、まあ、一緒に考えてくださった方がやっぱりいいと思います。
で、その時にやっぱり自分が作った応募書類とか、まあ、し、あの職務経歴書とし、あの、面、えっと、じゃない、履歴書を一緒に持っていって見てもらった方がよりいい回答がもらえるなって思います。で、何においてもやっぱり笑顔が大事だなって思いました。で、やっぱりマスクをしたまま面接してくださいっていう場合もあるんですけど、やっぱり面接官の方もこっちの表情とかを見たいという方もいらっしゃるので、まあ、そういう時は、まあ、結構ソーシャルディスタンスは確保されてて、まあ、1対向こうが3人とかだったらもう私はマスクを外して話してました。やっぱりそういう時に笑顔が大事だなって思いました。で、最後の方に受けた面接はやっぱり私の笑顔がすごいいいねっていうことを言っていただけたので、やっぱりそういうふうに、まあ、面接で受け答えの内容もあると思うんですけど、やっぱりその表情から伝わることってめっちゃあると思うので、そういうところも大事にしました。まあ、だんだんその面接って やっていくうちにちょっと上達していくなっていうのは思いました。で、まあ、最終的に一番行きたかったところに内定をいただきました。で、頑張りたいとは思うんですけど、私実は今年の2月3月、じゃあ1月2月に就職活動をして、で、前の会社に受かって、で、入ったんですけど、結局あかんかったんですよね。まあ、私の根性なしっていうところもあったんですけど、まあ、実際、まあ、いろんな原因はあったんですけど まあ、これに関してごちゃごちゃ言うのは、まあ、今はやめようかなって思ってます。まあ、今面接厳しいかもしれないんですけど、なんとか無職ネタでちょっと YouTube はやってたんですけど、やっぱり仕事をしてしながらポケモン活動もしたいし、 YouTube もしたいし、まあ、やっぱり外に出た、まあ、今はやっぱり出かけるのもはばかれる時代なんですけど、仕事で社会に属してる方がやっぱり私は好きなので、今回就職が決まってよかったなと思います。まあ、頑張って働き続けたいですね。まあ、多分今度の仕事は大丈夫だと思うんですけど、まあ、もしなんか人間関係とかで、まあ、嫌なこととかもし、まあ、多分どんな会社行ってもあると思うんですけど、あ、そういう時は、まあ、人事の方に相談したり誰かに相談して辞めるのを回避したいなって思います。そういう今回動画撮ったのはそういう宣言もここ YouTube でしといた方が続けられると思ったので今回撮りました。で、ポケモンマスターを目指すのは就職してからもずっと続けていきたいと思います。ありがとうございました。